第5次、吉田内閣は、吉田茂が、第51代内閣総理大臣に任命され、1953年5月21日から1954年12月10日まで、続いた、日本の内閣である。現在、日本の内閣で唯一、第5次内閣を組閣した内閣である。1953年5月21日任命。在職日数569日。 特記ない限り1953年5月25日任命。1953年2月28日に吉田茂首相が衆議院に予算委員会において放った出現。同年4月19日に実施された第26回衆議院議員総選挙では自由党は第1党の座を確保したものの過半数を34議席下回る199議席に終わった。 しかし、吉田自由党は、鳩山自由党、改新党、右派社会党、左派社会党の野党4党派の足並みの乱れを巧みに、ついて、大麻忠浦改新党保守連携派を取り込み、内閣総理大臣指名投票で、決選投票に持ち込み、吉田主犯を実現させた。吉田は、茂光葵改新党総裁と、党首会談を持ち、 海新党を格外協力に傾斜させることに成功した。そして、同年5月20日に組閣され、翌5月21日の認証式を経て成立したのが、第5次、吉田内閣である。同内閣は、少数与党政権ではあったものの、事実上の格外協力の姿勢を取る、海新党、同じ保守である、鳩山自由党の協力を得て、スト規制法案、恩給法案、 昭和28年度予算を成立させた。翌1954年には保全経済会事件を契機として造船疑国が浮上した。検察庁は一連の捜査の過程で政府に対し、収賄罪の権威を示して、与党自由党幹事長、佐藤栄作の逮捕許諾請求手続きを取るよう求めた。この動きに対して、吉田首相は犬会兼法務大臣に、 検察庁法14条に基づく、指揮権発動を行うよう指示した。これを受けて、犬解放省は、同年4月21日、佐藤東介検事総長に対し、佐藤幹事長の逮捕を中止して、任意捜査及び在宅基礎に切り替えるよう指揮した。法務大臣による検事総長への指揮権発動は、これが戦後初めてのことであり、表だって刑事事件の捜査に、 政治的圧力が加えられる事態となった。この指揮権発動に対する世論、野党の反発は激化し、翌日には犬解放省は法務大臣の職を辞めざるを得なくなった。以後、半世紀以上の間、法務大臣による指揮権発動は行われていない。同年9月26日、造船議国による政局不安定が続く最中、吉田首相はカナダ。 フランス、西ドイツ、イタリア、バチカン、イギリス、アメリカの7カ国訪問に出かけた。この間に、三木武義の運動によって、反吉田派が結集し、鳩山一郎を総裁とする日本民主党が結成された。野党は、吉田内閣不信任案を提出する動きに出て、吉田は、終始、強気の姿勢であったが、小型武虎、松野鶴平、 そして幹事長の池田隼人の説得を受け入れる形で内閣総辞職した。ありがとうございます。